なんか気味が悪いね。そうね、行きましょう。すべての秘密が眠る場所へ。ここも随分変わったな。内派の中野神社は跡形もないのね。なら始めるわよ。これで死神の中にあった私の両手は取り戻すことができる。私は4人の個人情報物質を持っている。私も蓄積が好きでね。江戸転生の術。すべてを知る者たち、先代のほかげたちが。これが初代ほかげ。我々を封印していた式風神の術、そしてその後江戸転生を。まさかあの封印術を解くなんて。私を見くびりすぎよ、ミナ。初代様、どうやら我々はこの世に再び蘇ったようです。ん？貴様は誰ぞ？あ、ええ、四代目ほかげです。そうか、して五代目は誰ぞ？お孫様の綱手姫ですよ。今里は大丈夫ぞ。また江戸転生の術か。わしの作った術をこうやすやすと。あなたとしてきた政策や作った術が後々厄介なことになってばかりでしてね。扉前よ。だからあの時俺が言ったよ。兄者は少し黙っていろ。黙れ。俺は内派サスケ。あんたたちほかげに聞きたいことがある。内派のものか。なるほど。三代目イタチになぜあんなことを。知っておるようじゃな。イタチは内派一族の復讐として俺が殺した。その後トビと団蔵から本当のことを聞いた。だがあんたの口から聞いておきたい。同胞をあやめさせた上、逆賊のぬねぎぬを着せ、7歳にしてまるでほかげのような考えを持つ少年じゃった。同胞を皆抹殺し反乱を止め、わしにお前を里で守ることを条件に出しての。いずれそのようなことになると踏んでおった。扉間、あれほど内派をないがしろにしてはならぬと念を押しておいただろう。内派一族とは何だ？何を知ってる？長きにわたり戦い続けた歴史がある。そこは知っている。悪に疲れた一族とはどういう意味だ？内派ほど愛情に深い一族はいない。一旦内派一族の者が愛情を知ると、今まで縛り付けてきた情の解放とでも言うのか、闇が深くなればなるほど動力も増し手がつけられなくなる。マダラは弟思いの男だった。気にしない。純粋でもなければ子供でもない。万華鏡シャリンガンか。あんたに聞く、里とは何だ？イタチは兄は木の葉に利用されたにもかかわらず命がけで里を守り、木の葉の忍びであることに誇りを抱いていった。うちあの悪に疲れた小僧が、ここでわしが指を下ろせ。わかった。そうチャクラを荒立てるな、兄じゃ。いやー、すまんすまん。できれば早急にこの子の聞きたいことを話してあげてください。今は戦争中です。内派マダラが復活し、確かにここから二次の方向、何やら強いチャクラを感じる。戦場へ向かいたいなら話を済ませてからです。話は後じゃ。わしらが本来の力に近いままわしは動く。初代ほかげ柱間、私の縛りをほどき、いつでも私を。さて、ではどこから話すべきかの。そうよのう。
随分と落ち込んで見えるぞ、柱が。ここに俺たちの集落を作ろう。俺は俺たちの、いや、俺の里を守る。友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと。本末転倒だな。それが里の闇になる。いずれ。そうしてマダラと俺との戦いは終わった。マダラの言ったことは正しかったのかもしれん。この状況を見据えていたのかもしれん。あんたの意思を直接語ることもなく受け継ぐものだったってこと。それがお前の決めた道だろう。お前に比べれば我らの痛みは一瞬で終わる。お前は本当に優しい子だ。兄さんはあんた以上に耐え忍んだ。この葉の忍びであることを誇りだと語って死んだ。断蔵も復讐として俺がやった。奴は最後卑怯な手を使ってでも里を守ると公言してたがな。今のこのような状況を作ったのは内派クーデターの計画ももっと未然に防ぐ協力ができたかもしれない。サスケ君、どうするの？里を潰すのか。俺は戦場へ行く。この里をイタチを無にはさせん。決まりだ。ほう、ここからの眺めは懐かしいぞ。ナルト、今まで父として何もしてあげられなかった分、慣れ親しんだ友に会えるのは楽しみでもあるな。待ってろよ、マダラ。